でもこのまま戻ってるようなイメージ。イメージだよね。だからそれも無意識に戻してるんだよ。もうここで重さで遅れ出ちゃう。そうなんですよ。こうじゃないもんね。そうじゃないの。ゴルフ業界を盛り上げようということで始まりましたチェケラーゴルフ。今回は梅里カントリークラブに来てます。そしてお願いします。はい、お願いします。オールジャンルの鳥居さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は、はい、アプローチやりたいって鳥居さん言うんで来ました。全て僕のせいにするですね。いやでもいいよいいよ。あのアプローチって前一番最初にやりましたよね、うんうん、見てない方チェックしてください。お願いします。でそこからもう少し距離のある、うん、30、40、50、60ってなってくるでしょ。それってショットにもつながっていく部分なんですよ、うん。58度で100ヤード飛ばすときもは、ほとんどフルスイングじゃない、うんうん、それってアイアンショットになってくるんで、うん、そこの部分じゃあどうやってやってるかっていうのを今日はやっていきたいな。オートマチックだといかないしね、うん、そんなに距離が。そうです、オートマチックだと限界があるから、まあ、50ヤード以内になってくる、うん、40ヤード以内になってくるんで、もう少しその上だったり、まあ、アイアンの打ち方にも通じるところがあるので、うん、そこをやっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。オートマチックのやつ、あ前回の、うん、はい。でもやっぱり池田先輩うまいから、うん、オートマチックに手は使ってます。ほら、うん、これ、うん、オートマチックとは言うけど、うん、無意識に手使ってくるんですよ上手な方って。わ、うん、かる。え、わかんない。わかんない。どういうこと。オートマチックに手は使えてます。 OK じゃん。そうだから手を全く固定してこうやって打ってるかって言ったらそうじゃないの今。え、ちっちゃいのそうじゃないの。そうなんだけど、うん、このオートマチックから少しずつ慣れてくると応用を効かせて振ってくんですよ、うんうんうん、オートマチックに打ってて、うん、自然と手を使うって言ったけど、うん、どういう使い方してるか分かります、うん、どういう使い方してますか。こっちにちょっと折ってる、はい、で折ってどうするの。折ってこのまま戻ってきたら当たらないじゃん、うん、でもこのまま戻ってるようなイメージ。イメージだよね、うん、だからそれも無意識に戻してるんだよ。あじゃないとこの形で回っていったら絶対多分届かなくなると思うんだ。ちょっと待って、その形回してみる。ほらそうじゃない。もちろんそうじゃない。長さが変わるんだもん。絶対に突き抜けるっていうか通り過ぎちゃうよね、うんうん、逆にそれやるのも難しいけどさ、うん、できちゃってるから、うん、だから無意識にこうできちゃってるの、うんうん、だけどできない方もいらっしゃるから、うんうん、それをどうやってやってるかっていうのを知ってほしい、うん、でも簡単、すごく簡単、うん、普通に握ってこれを戻すっていう感覚なんだけど、これじゃ結構感覚的に難しいの、うん、手よりヘッドが前にあるから、うん、遠いところにあるから難しいから、じゃあ思い切ってもここを持とう。ここ持とう。ここ持とう。こう普通にちょっと細くて握りづらいじゃん、うん、まあ、ちょっとそれは勘弁して、うん、握って普通に構えてこうやって、うん、いやいやこんなちっちゃくしなくていいよ、こうやって普通に。そう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 、これで右向いて左って言ったら戻るの分からない。まずほう、うん、これ使えないね、あんまり使えないよ。使えないよね、うん、うん、そう。てか使えないっていうか使わないように触れてるよね、うん、できるよね。これってクラブと手の距離がないから、うん、一体感がずっとだから、うん、その場でこうやってできる感覚がある、うんうん、もうさこれはさもはやさ何も持ってないやつと同じじゃない。そういうこと。ぐらいの感じだよね。そう、うん、だけど手を使わないっていうとこの感覚でやっぱ打った方が正確性はもっとより出るじゃない、うんうん、でも長く持つとその、うん、ちょっとした遅れが出たりするの。わかる。少しちょっと、うん、そうそうそう、この遅れがあるの、うん、この遅れがミスの原因にどんどんつながってきちゃう、うん、タイミング的に、うん、で無意識にできる人はこの遅れが当たり前のようにこうやって戻せるから、うん、トップもダフリも出ないんだけど、これが遅れが知らない人はもう遅れて右にシャンクしたりとか、うん、遅れるの分かってるからこう手を返してなんとかこう戻そうとしたりとかしてミスにつながっていることが多い、うんうん、じゃあどうしたらいい。だからもう一回これを感じてほしいの。これをね、そうまずは、うん、ちっちゃい動きはここからこの動きだよっていうのをまず知ってほしい、うん、これってめちゃくちゃ体の回転で触れるじゃん、うん、これが慣れたら次ここここそう
もう一回やってみて。あ、同じ同じ。同じだね。これは全然さっきと同じ。オッケー。じゃあ次。もうちょっと長くして。はい。そう。あ、同じ。まだ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 。オッケー。はい。いいよ。どう？あ、ちょっと遅れてた？てか遅れるとね、ここから脇から離れるんだよね。そうそう、そういうことなの。うん。だからよくここにスティックをさつけて振るじゃん。うん、これスティックつけてこうやって振る、うん、あれに似たようなことはこれはできる、うん、この時点でも。でもここで離れちゃう、ここで離れちゃう、そう、どんどん長くなると離れてきちゃうの。だけど離れたらもう一回ここ持ってこの練習した方がいい、うん、うん、この感じね。そういいよ。ここでもこの感じがいいってこと。そういうこと、そういうこと、そういうこと。はい、いいですね。ここでも、はい、でどんどん長くしてみて。そう、もうここで重さで遅れ出ちゃう。そうなんですよ、重さで必ず遅れって絶対出る。じゃあどうしたらいいの。このどういうことが起きてるかっていうと、遅れて戻さなきゃいけない作業があるじゃない、うん、だからここでその作業を覚えるの。どういうことかっていうと、極端にやるよ、うん、あのちっちゃい時ってあんまり遅れがないんだけど、うん、必ず絶対遅れって絶対あるじゃん、うん、でこれドライバーだったら、これドライバーだったら余計ある、当然、うん、遅れがある、うん、だけど無意識にみんなこう戻せたりするわけ、うんうん、それを利用して振ってるんじゃないの。だってそういうこと、そういうこと、それを今日やりたいの、うん、あ、お願いします、うん、そう。だからこう手を使わずに振れるのが一番理想なんだけど、うんうん、どんなに上手い方でも多分遅れがちょっと出ちゃう。うん、うん、出ちゃうよ、出ちゃうよね、うん、じゃあまずここに戻ろう、うん、また、ここに戻ろう、はい、どういう動きをしてるかっていうと、うん、こうまずさっき言ったようにここついてるじゃん、うん、離してつけて、うん、離してつけて、この動きをしてるわけ。あ、そうだね、わかる、うん、わかる。スイング中に離してつけて、うん、離してつけて、うん、でここだったらすごく簡単にできない。できる。でボーンって横脇についた時がインパクトのイメージだよね。ポンポン、そう、確かに確かに確かに。それに合わせてドライバーとかフルスイングのショットって体をどんどんこうやって使っていくわけ。そう、ここで当たるから。あ、これインパクト分かりやすい。こういうインパクトの、うん、これがこうではないの、これ抜けちゃうわけ。ああ、そういうことね。でも、はい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 、無意識にこれがやってる人ってできてるの、うん、ね、うん、できてるの。だから、うん、こんなこともしなくてもいいから他の動きをどんどん練習したりする、うん、でもこんな風には絶対抜けないわけ、うん、必ずここでインパクトしなきゃいけないから、うん、こうやって抜けたらどうしようもないから、うん、脇も開くしみたいな、うん、必ずこのちっちゃな動きだけどこういう動きが出てる、うん、でコックが多い人とかはもっとこの動きを使ってるわけ。おー、うん、だからリスクはある、うん、めちゃくちゃ離れてめちゃくちゃ戻るみたいな、うん、だからもっとシンプルなスイングの人って体をスイング中に回してちょっとコック入って離れるよね、うん、でここで戻るっていう。分かりやすい。これがインパクト。タイミング取りやすいね。そう、それ短いからね、さらに長くでイメージが湧く。そう、これで練習しても多分難しいの。言えばドライバーで練習しても難しいの、長すぎるから。ドライバーでこういう練習してほしいね。じゃあここで、あ、長さも利用してね。そう、ここにもつくしね。で次ここ、じゃ次ここ、うん、次ここってやっていくと、だんだんその、あ、長くなればこのぐらい戻さなきゃいけないなっていうのが分かってくる、ね、うん、長いままタイミングが遅れてる、じゃあ早くしようなんてやっても、はい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 、手を使う一方になっちゃうから。でもこの動きを無意識に行ってほしいってこと、うん、そういいね。わかります。わかる、すごいわかりやすい。タイミング、そう、うん、だからまあアプローチって言ったんだけど、うん、全部だよね。そうなの、うん、実は全部なの。ちっちゃいのはもう大げさには何も動かないんだって思ってもいいんだけど、うん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 、小さいのはね、どちらかというと多少の遅れが出てるから自然とこういう動きって使ってるから、うん、上手い人は確かに。そう、
本当に使ってないのかって言われても嘘になるから。確かに実際はちょっと若干使います。だって遅れるから。こうじゃないっていうのはこうじゃないもんね。そうじゃないの。こうだったらさこうなっちゃうもんね。そう戻さないとね。そういうことです。そうしかも、うん、さっきの動作見て思ったんだけど、うん、こうやってやってんじゃん、うん、この足もやる。そういうことそういうこと。だからこういう動作で伸びてるよね。沈んでからそうそうそう。だから沈んでから伸び上がりながらインパクトってするじゃん、うんうん、確かに。じゃあその感覚もあの使えるようになる。あだからちっちゃなこの動きだけど、うん、これはバカにできない。こういうできない。だけど分かりやすいからこっちでやるより、うんうん、こうやってやるより絶対手元にヘッドがあった方が感覚めちゃくちゃつかみやすいし、うん、フェースの面っていうのもつかみやすいから。ハンドファーストって思いすぎて戻し忘れそうってるかも。ああタイミングね。そうあいいね。これがもう一回戻るとちっちゃな動きから戻ると、うん、オートマティックなアプローチから、うん、何も使わないってやったけど、うん、何も使わないで打ってる、うん、でこれが50、60ヤードになると、うんこう体はオープンにして上半身は目標をこう向いて少しこの動きが入るという、うん、コックが、うん、この動きが入るとで戻るんだよっていう動きを使う。コックが入ってるから戻るんだよっていう。わかります？コックが入って戻る。なるほど。いうのが少しずつこう距離に応じて大きくなってくるっていう。コックが入ってから、うん戻るんだよ。そう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 。うん、分かった。っていうのが まあアプローチとは言ったけど、もうすべてのクラブに共通するよね。だから知っとかないといけないことだね。いけないことっていうの、うんうんうん。ヘッドと手が遠いから必ず振り遅れっていうのが出てくるから、うん、いくら体で振ろうとしても、うん、こうなる感覚は絶対出てきちゃうから。うんうん、だけど無意識にこれいう動きを使ってるから。うんこの感覚を知らない人はすぐここで分かるから。あ、戻った。それ振り遅れってやつでしょ、これ。これはね。うん。うん、これ振り遅れ。これはもういて、これいて。多分こうやってする人いないと思うんだよね。うん、ここから、多分ここまで持ってくると思う。うん、だからこっからこのままこうやっていっちゃったら振り遅れちゃうから。振り遅れます。戻さないとダメだよ。戻す。戻す。そう。OK、って考えたらさ、うん、アプローチって短く持った方が良くないってなるよね、うん、確かにコントロールしやすいよねっていう、ね、これでやっていくと、うん、あこの方がコントロールしやすい、あこれの方がしやすい、これの方がしやすい、これはしづらいってなると、うん、あこの辺も取ってなるよ。短いのとか、ね、そう短いのとかだから結構短く持ってやった方が操作はしやすいよというところにもなってくるんで。分かりました。はい、はい、無意識にできちゃってたことを理解して、うん、自分も無意識にできるように、まあ、できてる方は多分当たり前だと思うんですよ、うん、でもその、まあ、インパクトの感覚だったりもう一回やってみてください。さっきの感覚あるでしょ、ギュッてやって、そうそれができてる人ってどんどんそうやって足を使ったりね、最初は多分こっからで始まると思う。スタートして、そう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 、それで体を回していったり、一緒に腰ちょっと回転したりとか、そうもっと沈んでいいよ、そうはい、足開いてもう少し、そうその感覚を覚えておいてください。はい、分かりました。ありがとうございます。ありがとうございました。この動画が良かったなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。コメントもお待ちしてます。それではチェケラー。